河野俊氏は、日本の自治、総務官僚、政治家、宮崎県知事。2007年2月より2010年10月まで、宮崎県副知事を務めた。広島県呉市出身。広島大学附属高等学校、東京大学法学部卒業後、1988年自治省、入省。宮城県庁勤務、ハーバード大学ロースクール法学修士。 愛知県春日市企画調整部長、国土庁出向、埼玉県町づくり支援課長、同財政課長、総務省実地財政局地方裁仮次官、税務企画官などを歴任。2005年4月、宮崎県庁に出向し総務部長に就任。2007年2月、東国原秀夫宮崎県知事の下で副知事に就任。2010年9月に、 東国原が再選不出馬を表明したのを受け、同年10月13日に県知事選に出馬すると正式に表明し、同日付で副知事を退職。12月26日投開票の知事選で初当選し、2011年1月21日に正式に就任した。2014年12月21日投開票の知事選挙に出馬し、再選を果たした。 2018年12月23日投開票の知事選挙に出馬し参戦を果たした。ありがとうございます。